こんにちは、気候師のコウです。今日は幽体離脱をする方法についてお話ししていきたいなと思っております。幽体離脱は体外離脱とも言うんですけど、体から意識を抜いてですね、世界を自由に動き回る方法なんです。目を開けて生活しているのともう何ら変わらない状態で、ただ空を飛べたり宇宙へ行ったりもできる自由度の高い状態を作り出すことができる方法なんですね。最初にお伝えしますが、幽体離脱は全く怖くないです。体に戻ってこれなくなるとか、悪霊に取り憑かれるとか、恐怖を煽る人がおられますけど、それは幽体離脱をしたことがないか、もしくは私とやり方が違うかですかね。ということで、今回は最初に幽体離脱をした先にですね、ある世界の話と、次に幽体離脱をする方法、最後に私の見解という順番でお話ししていきたいなと思います。はい、それでは最初に幽体離脱をした先にある、世界のですね、話をしていきます。肉体から意識が抜け出してすぐはですね、目の前が真っ暗で何も見えない状態です。ここで焦りや緊張があるとすぐに意識は肉体に戻されてしまうんですよね。で、少し落ち着いてきたあたりを確認すると、だいたいこう眠っている部屋にいることが多いんです。そして私は2階で寝ているんですけど、階段を降りて、で玄関から外に出るというのが基本です。なぜか視界不良でもつまずくことなく玄関まで行けるんですよね。不思議なんですけどね。また最近の気づきなんですが、部屋から出なくても肉体と意識を分離できるんです。何を言ってるかと言いますと、視界がですね、良くなるまでずっと部屋に留まってるんですね。そうすると自分の寝ている姿が見えてきて、肉体に戻されやすかったんですよ。でも体外離脱に、幽体離脱に慣れてくると、今幽体離脱しているなぁと把握できるので、戻されないようになったんです。そして部屋の中で視界を良くするメリットがあってですね、幽体離脱中の世界がですね、かなりリアルになるんですよ。現実的と言いますか、もう目を開けている状態と全く同じ感じの臨場感なんですね。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚ですか、この五感が全て備わっていて、いつもの生活と何ら変わらないんですよ。ただ行きたいところに飛んでいけたり、瞬時に、場面をですね、切り替えられたりできるんです。私は初めて幽体離脱した時は、中世ヨーロッパのですね、大聖堂の中でした。中世のこう衣服をまとった人たちがですね、たくさん集まっている大聖堂の中で、お祈りをしてたんですよね。面白いことに会話も普通にできたり、握手ができたりですね、本当に現実世界と一緒なんです。その後何度も幽体離脱を経験して、ハワイへ行ったりですとか、あとは母の実家に行ったり、あとは宇宙にも行きましたね。この世に存在世界なども経験しました。あと霊界に行ってですね、すでに亡くなられた方と会ったこともありました。いや、本当に何でもありの世界なんですよね。何でもありといえば、食べ物とか飲み物もですね、しっかり味わうことができるんです。いや、例えばヴィンテージもののワインを飲んだりとかですね、あとは豪華な食事を味わえるんですよ。いや、本当に素敵な世界なんです。さて、次に高い確率で幽体離脱する方法をお伝えしていきたいなと思います。まずはタイミングですね。これがとっても大事です。私が幽体離脱する時は眠りの浅い時が多いように思いますね。瞑想時に、幽体離脱することが多いんですけど、だいたい朝瞑想の時間帯ですね。通常であれば6時に起きて瞑想を開始するんですけど、眠りが浅くてですね、5時頃に起きる時があります。
こういう時に幽体離脱する機会が多いです。まだ深く検証はできていないんですけど、睡眠の周期と関係があるんじゃないかなと思うんですよね。あなたが実践される時はいつもよりですね、目覚まし時計のセットを1時間早めて試してみるのもいいかもしれませんね。そして次に幽体離脱する時の姿勢です。とは言っても寝ているだけなんですけどね、強いてコツといえばですね、幽体離脱した後に肉体に戻されづらくするということですかね。体に痛みの出ないこう楽な姿勢で寝るということが大事です。でこんな状態でしばらく気持ちを落ち着けているとですね、耳鳴りとですね、あとは仙骨の振動が始まって、振動が全身に広がっていくんですね。これは変性意識状態が深くなると起きてくる現象と一緒ですね。そして振動がピタッと止んだ時に肉体から抜け出すことができるんです。例えばぐるーんとこう横に寝転がったり、手をグググググっとこう伸ばすとですね、つるんとこう抜け出すことができるんですよ。私の場合は足がちょっと抜け出しづらいことが多いんですけど、何回か試していると抜け出せます。また、バイブレーションが起きないでですね、体から抜けることもあります。ですので常に同じルーティンかというと、そうでもないんですね。そしてここ最近面白い抜け出し方をしました。どんな抜け出し方かというとですね、寝起きのぼーっとこう まどろんでいる時にベンチプレスをしたくなったんですね。もちろん寝起きのぼーっとしている時なので本当に、やったわけではないんですけど、半分夢だったのでしょうね。こうベンチに横になってバーベルをぐーっと持ち上げた瞬間にですね、つるんと体から意識が抜け出したんです。いや本当面白いですよね。でこれは面白いと思ってですね、その後同じことを再現してみたんですが、やっぱり幽体離脱ができたんです。ぐーつるんとですね、これ結構おすすめな抜け出し方だなと思います。で最後に私が思う幽体離脱の見解なんですけど、これはですね、脳が得意な状態になっていて、今までの記憶で世界を作り出しているんじゃないかなと思うんですよね。というのも幽体離脱中に本棚にあるこの本にですねマーキングしたり、机の上のメモ用紙にですねメモをしたりしても、肉体に戻ってきてから確かめてもですね変化がないんですよね。ただ幽体離脱中にこうストレッチとかをするとですね、肉体に戻った時に体が結構柔らかくなってるんですよ。こう考えると物理に影響がなくて肉体に影響があるとすると、脳内でやっていることなんじゃないかなと思えるんですよね。ですから最初に申し上げた通り、体に戻ってこれなくなるとか悪霊に取りつかれるとかですね、そういうことはないんじゃないかなと思うんですよね。それにしても幽体離脱は本当に面白いですよ。超リアルな世界で好きなことができるんですからね。現実世界で、ストレスが溜まった時とかですね、幽体離脱した先の世界でストレスフリーで過ごすというのもいいかもしれませんね。はい、それでは今回は以上です。またね。